フロリナは、ギリシャの西マケドニア地方のフロリナ県の県都である。また、聖教会の不主教も置かれている。フロリナ市の標語は、ギリシャ人の起源の地。町は、木が生い茂った谷の間にあり、約13キロメートル北には、北マケドニア共和国との国境がある。フロリナ市は、以下の村から構成されている。フロリナの遠フロリナは、道路が近代化されるまでは、 プレスパコへの玄関口の町であった。フロリナは国境の町であり、アルバニアのコルチャやマケドニア共和国のビトラに地理的に近い。町はエデッサの西、コザニの北西、ヨアニナやカストリアの北東に位置する。町の東には空港があり、南西にはベルヌ山脈が、北西にはバルヌス山脈が走っている。冬には豪雪地帯となる。 オスマン帝国時代の19世紀末に敷設された鉄道は変わらずに使用されている。今日では鉄道によってテッサロニキやビトラ、コザニと結ばれている。テッサリア地方のカランパカとも結ばれる予定であったが、1930年代の経済危機により中止となった。また、フロリナにはグレーンマイナス2とグレーンマイナス3が走っている。古代のエグナティア街道は、 フロリナの街の東側を通っていた。フロリナの街のビザンツ帝国時代の名称であるフレリノンはギリシャ語のカイラムダ・オメガロー、クロレスに由来する。ビザンツ帝国時代末期になるとしばしばラテン語でフロリノンと表記されるようになった。これはラテン語のフローラと関連付けられている。オスマン帝国時代初期にはフレリナとフロリナの両方が使用されたが17世紀以降に なると、次第に、フロリナの方が一般的となった。別の説によると、現代のフロリナの名称は、カイラムダ・オメガ・ローのギリシャ語マケドニア方言の形である、ファイラムダ・オメガ・ローから来ているとも言われている。また、セルビア語でのこの街の名称のレイリンは、ビサンツ帝国時代のギリシャ語名のフレリノンから、頭の貝が落ちたのだと言われている。フロリナが初めて書物に現れるのは、 1334年にセルビアオーステファウロシュ4世イュシャンがフレリノンの要塞の大使としてスフランセス・パレオロゴスなる者を任命した時である。1385年にフロレノンの町はオスマン帝国に攻略された。その当時のフロリナは大きい町では全くなく1481年には243個が居住するのみであった。 19世紀から20世紀初めにかけての人口統計は民族主義の風潮が影響していて明確ではないがフロリナの地域は宗教的にギリシャ正教会とブルガリア正教会との間で改修の駆け引きが行われた地域であった。マナストゥル州のフロリナ県の住民の宗教構成はギリシャ正教会が78.4%。 マケドニア正教会が21.6%であった。しかし、1900年には、ギリシャ正教会は50.9%に落ち込み、マケドニア正教会は49.1%となっている。実際この地域の住民がギリシャ語を話したのは、宗教や行政、社会、教育の場面においてであり、外から見ると、ギリシャ人に見えるような生活を営んでいたようである。 19世紀の末期には、スラブ人を中心として、オスマン帝国から独立しようという風潮が高まった。1912年には、第一次バルカン戦争により、フロリナは、ギリシャ領となった。その後、第一次世界大戦でフロリナはブルガリアに占領され、第二次世界大戦では、数軸国に支配されると、フロリナは、スラブ人分離主義者らの活動の中心となっていった。 ギリシャ内戦ではフロリナは共産主義軍の統治下となった。また、マケドニア人解放戦線がフロリナで結成され、やがてノフがギリシャ民主軍に合併すると多くのマケドニア人が図に参加した。1949年に内戦が終結すると数千人の人々がユーゴスラビアや東側諸国に亡命した。フロリナの経済は農業、林業、 観光業、国境間の交易、穀物やぶどう、野菜などの生産によって成り立っている。また織物や比較工芸なども有名である。1950年代から1960年代には、フロリナの住民は、多くがアテネやテッサロニキといった国内の都市だけでなく、アメリカ合衆国やカナダ、オーストリア、ドイツなどに移民した。ギリシャが欧州共同体に加盟して、 経済が上向きになると、ドイツ移民の多くがギリシャに帰還した。ありがとうございます。